ブワク弱い、ザコス選手弱すぎる。お前殺す。頭触んなよ。なんというオーバー狂わせだ。一撃で仕留めることなどたやすい。はじめ。シャランコ選手無傷で決勝進出です。はじめ。さあついに始まる。あれ、技が早すぎる。どうした、すべて寸止めだ。今のは準備運動。君強いんだろ。君の目、地位や名誉なんかじゃない。俺は武術を体験するためにここに来たんだ。お前はちょっと違いそうだな。俺が武術を体験させてやる。君も頑張って俺を楽しませてくれ。いいなそれ。行くぞ。さらに数段速い。蹴り上げた。決まった。ジャランコ、今のはさすがにヒヤッとしたぜ、うん、マジでカツラ取れるかと思った。結構粘ってるぞ。さあ打ってこい。楽しませてくれよ。君普段は何やってるの？散歩したり怪人倒したり。まるでヒーローみたいなことしてるんだな。将来はヒーロー目指すのもいいかなって。君もせっかく強いんだから、そんなつまんないことにとらわれないで自由に楽しく生きたら。落ち込んだな。クリーンヒット。そんなもん関係ねえよ。やりたいことやってんのはお前だけじゃねえぞ。楽しむのが目的ならそれ以上強くならない方がいいぜ。逃げよう。遊びは終わり、ここからが本番だ。逃がすか。こいつ聞いてない、うん、バッキバキだ。うわっ、これでも武術とは要するになんか動きがかっこいいものだな。ああ、散々俺の技を受けて出した結論がそれか。なめるな。決まった、ヒップアタック。ああ、もうカッコつかねえな。やべ、初めて負けた。